あ、でもあそこ道ありそう、斜めに、はい、行けるでしょう。マウンテンバイクですから、久々のサイクリングです。じゃあこれが利根川の、これ何橋、元有料橋。とりあえず土手に登りましょうか。行けるんじゃないかな、あれ。行けると思う。あ、行けるな。行ってみましょう。今日は利根川の土手に来てサイクリングと、ちょっとあのコーヒーでも飲みましょうか。コーヒーライトでございます。バンドコーヒーライト。じゃあこれ渡ります。オフロード走るときは1段か2段軽くしといた方がいいよ。これ行けるんじゃん、この斜め道あるから。渡ります。行けるね、これ行けると思う。ふぅ、行けたね。さすがマウンテンバイク。さあトレックが行きます。お、張り切ってる。よっしゃ、川に着きました。おっと、すでに降りれるオフロードコースに。降りていきましょう。さあ行きましょう。綺麗、やっぱり利根川のこの菜の花、今季節めちゃくちゃ綺麗。最高、最高です。ちょっと待って、ここいいんじゃない、ここ04コースに。ここをちょっと走っていいのかな。ここで初の04マウンテンバイク04レースのテスト走行したいと思います。はい、まず 40m ね、コース通りますね。あきら君のいるとこスタートするから、ここ待ってて。俺が 40m のところに行きます。じゃあ行ってきます。よし、ここや。はい、ここまでが 40m ということで、04 400m じゃなくて0から 40m のレースコースです、これが。で、ちょっと待ってね、ゴールを決めるわ。ゴールを、もうこの木の枝を折ったらまた怒る人いると思うけど、あ、折れたからもうもらえますね。はい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 、ここね、これゴールです。で、スタート地点今から行くから。いや、このコースはおもろいんじゃない、これ。いいね。じゃあちょっとスタート地点分かるように何か立てますね。こうやってね、手作りコースですよ。こっから始まります。バットフロック04、バットフロック04がこうやって始まっていきます。スタートここです。 OK、 スタートここで、ゴールがあそこね。じゃあ私ゴール行きますんで、タイム測りたいと思います。もう初の04、ちょっとゴール地点まで行きます。さあコース見てください皆さん。こういうね、ダート、草むらコースです。まあ今こう季節的に草むらね、立ち枯れやから冬もこんなんかもしれないね。ね、こういうコースです。さああっという間に 40m 来ました。ここが 40m、 そう、ここがゴールです。さあ、あきらくんはここまで何秒で来れるか、これがね 40m 競技の醍醐味ですね。じゃあアキラ君ゴールここね。じゃあスタートって言うたら全力で来てもらいましょう。ちょっと待ってね。さあ準備してますよ。これ計算機だった。ストップウォッチセットしました。準備よろしいでしょうか。よーい、スタート。さあ始まりました、第1回の04の走行テストです。さあ何秒か、ゴール 9.74。 これをですね、今回は私マディホックスでいきたいと思います。さあ若者に勝つことができるのか。しかもマシンもこのオールドマシンです。エンジンもオールドです。1969年式のエンジンを積んでおります。そしてマシンは1991年アラヤマリホックスですね。さあスタートラインに着きました。まずギアをですね、一つやっぱ落としましょうね。落としてこれでいきましょう。さあ前が持ち上がった。さあどうなる、どうなる。うわ、なるほど。いや疲れた。いや今回ね、ちょっとね説明しますね。ギアをフロントはセカンドに入れて、で後ろはローなんですよ一番で。これでスタートしたら、なんとあのスタート時点でウィリーしました。でも
途中でスピードが乗らなくなっちゃったんで、これはもしかしたら、一番アウターに入れて後ろ側を真ん中ぐらいからやって一回シュートチェンジした方が早いかもということで、もう一回やってみたいと思います。はい、その原理でもう一回やってみたいと思います。2回目のテスト走行、スタート地点にマディホックス立ちました。ちょっと待ってください、息が上がっております。それでは準備できました。はい、よっしゃ、いけいけ、くわー、あー、ということでですね、ギア変えたけど、ギア変えてたら40メートルやったらタイムロスだから、スタート時点でどのギアで行くか自分のベストのギアを決めてやらなきゃいけないね。ちょっと40メートルこれすぐ勝負続けると楽しくない。それではアキラ君行きましょうか。平成元年のエンジンを積んで2024年のトレック、平成元年のエンジンです。先ほどの荒井マリーホックスは昭和44年のエンジンを積んでましたけども、さあ 8.5 秒を切ることはできるのか。皆さんこれ見てください、これが40メートルです。04バットフロック04第1回テストですね、2回目の挑戦よろしいでしょうか。よーいドン。おっと、スタートダッシュがもたついたか。さあどうだ、これはギアの選択ミスじゃないだろうか。さあどうだ、 10.59。 軽くしちゃったらギアを、軽くしちゃダメね、うん、難しいね。じゃあちょっと俺がそれ言ってみようかな、昭和のエンジンで。じゃあ一回行ってみますね。なるほど、これぐらいかな、フロントアウターでリアが6速。くわー、 8.48、 やった、後ろね重くした、くわー、やった、ありがとうございます。 OK です。ちょっとね、第1回の走行テストこの辺にしたいと思うんですけども、どうですか、04 40m でもね、うん、結構ドラマあるね。で今まっすぐで草むらやったけど、まあこれが砂利道だったらどうなのか、またはボコンボコンが一つ二つあったらどうなのか、これまた検証したいと思うんでね、ちょっとこの河川敷コース探しながら行きましょうか。ということで次はコーヒータイムに入りたいと思います。どういうこと。はい、ということでスタートという文字見つけました。あきらくんすごいの見つけましたね。そしてここがなんとちょっとしたジムカーナみたいにできるコースになってるんですね。自然のコースなのにスタートって書いてあるということで、テストで走ってみたいと思います。はい、テストなんで気をつけてね、ぐるーっと走ってまた戻ってきてくれますか。はい、それではテスト走行第1回目、よいドン。さあ行きました。そうなんですよ、これなんとね、オフロードマウンテンバイクじゃすごく走りやすいね、地面なんですよ。そしてあそこをぐるっと回る、あこをぐるっと回って帰ってきて一周のコースになるんじゃないかなと思います。ゴール地点がここですね。さあ、あきらくんゴールです。はい、どうでした、回ってみて感想は。ブレかかれてもすごく大きく回れますね。あそこをどんだけこうクワって回れるかという、ブレかけたら多分これずっと行っちゃいますね。行っちゃうね。ただブレかけないままスーッと曲がったか。ああそう、はい、さあ来ました。さあこのコーナーをどういうふうに曲がるか。なるほどなるほどなるほど、いいと思います。いいですね、 OK です。さあこれはじゃあ第2コースですね、第2コースに認定したいと思います。はい、あきらくん着きました。はい、お疲れ様です。いやー、ここどこですか。茨城バンド市の利根川沿いですね。利根川沿い、いいとこ。さあここでコーヒーアイドをねしていきたいと思います。このメスティンで火を沸かしてちょっとコーヒーでも飲みましょう。はい、ということでオールドマウンテンバイクとトレックで来ました。いや疲れた、でもいいコース見つけたね。そうですね、あの最後のスタートがいいですね、うん、ね、はい、今回バットフロックレース会場を探したいというのもあってね来たんですけど、まず04 40m のコース見つかりました。テスト走行ではまあ8秒9秒台っていうことやけども、多分0コマ何秒の試合になると思いますね。これはね、40メートルで命を燃やすという。で、あきらくんコースですね。はい、あきらくんコース見つけちゃいました。確かに1時スタートとか跳ねてもいい、もうスタートって頑張ったらいいかなと思って、うん、まああれはドリフトコースやね、はい、ワンドリフトで、なんやろね、点数かな、やっぱし演技点
どうせ綺麗に回れるからですよね。綺麗に回れるかな。演技点と、まあ、ある程度スピード。だからスピードマイナス演技点みたいなんで、一番速い人みたいな感じかな。まあそういうのを考えております。さあこれからやっていきます。それではファイヤー、はい、それではいきましょう。斜めってるね、うん、こうか、はい、オッケー。これでね、開くのを待ちましょう。皆さんくれぐれもね、あの枯れ草にこういうとこにね火がつかないようにやっていきましょうね。これ今回このこれはローソンのやつかな、オリジナルブレンドレギュラーコーヒーです。これを入れて飲みましょう。あ、なんか来た。何何何、釣りか、最高やね。釣りですか。あ、コミュニケーション図れなかったですね。いってらっしゃい。まあこんなもんですね、はいはい、さあそろそろ湧いてきたんじゃないでしょうか。これどうやっていけてると思う。いけてると思う。今下の暑い。いやいや大丈夫大丈夫。じゃあその手持って。はい。いけてると思う。暑い。暑い。笑い事ちゃうよ。あ、いいね。伝わってるかなこの楽しさ。あ、こののどかなところでサイクリングしてコーヒー飲んで。もうちょい入れる？もうギリ？まあちょ、まあ、多分これ抜いたら多分結構下がりますよね次は。行こう行こう。使いかすはちょっと。しっかり水分抜いてからこの中に入れて持って帰りましょう、うん、さあいいんじゃないでしょうか。オッケー、ありました。お昼ですね、うん、それでは初ライド乾杯しましょうか、はい、じゃあ おっすー、はい、ということでコーヒーライドをしてまいりました。最高ですね。まあ、今回ちょっとねコーヒーライドをしたいのと、この利根川の方でバットフロッグレースのコースをね探したいなと思ってアキラ君と走ってきたんですけども、いいの見つかりました。いいコースがね。で、04 40m のね、競技をするためのコース、テストコースね、あくまでもテストコースですけども、見つかりまして、楽しいレースができるということを確信をしました。それともう一つは、一つのカーブだけなんですけども、ドリフトコース、これもね、見つけました。で、これまたね、ちょっとね、いろいろルールとかも考えてね、今度また、試しのね、テストランを、してみたいなと思います。ということで、菜の花が綺麗、そしてサイクリングがみんなね、楽しんでやってもらっている、この利根川のね、河川敷ロードを、アキラ君と一緒に、今日はね、走って、コースを見てきました。ということで動画はこれで終わりたいと思います。それではまた。ありがとうございました。